ノアセス・シンダーガードは、アメリカ合衆国テキサス州タラント軍、マンスフィールド出身のプロ野球選手、右ト左打、MLB のニューヨークメッツに所属。ニックネームは、アメリカンコミックのスーパーヒーローの、そう。長髪に伸ばした姿が似ていることにちなんでいる。テキサス州タラント軍マンスフィールドで生まれ育った。14歳にして、身長180センチメートル。 体重8 0ラムの巨体で、運動神経も悪くなく、高校1年生の時点で、時速1 2 9キロメートルの速球を投げることができた。しかし、生暗くさく、よく学くにタンコブを作っていたため、家族からバンピーと呼ばれ、自分に自信のない青年だった。スポーツチームにおいても、アメフトではより体の大きな少年たちに吹き飛ばされることに怯え、 野球ではチームメイトからからかわれていた。一年生が終わると転校し、二年生の夏休みから自分を変えるためにトレーニングジムに通い始めた。家計もあってか一気に肉体改造に成功し、三年生の初めには1 9 0トル8 6ラムの肉体を誇っており、速球も時速1 3 0トル台前半に達していた。ただ終選抜に選ばれることはなく、 プロのスカウトが来ることもほとんどなかった。それでも春リーグでは、球速が時速1 5 0トルになるまで成長し、トロントブルージェイズのスティーブ・ミラーを筆頭とする、スカウト陣の目に留まった。2010年の MLB ドラフト一巡目追保で、トロントブルージェイズから指名され、プロ入り。この年は、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ブルージェイズで5試合に登板。2011年は、 アパラチアンリーグのルーキー級ブルーフィールドブルージェイズで7試合に登板し4勝0敗防御率 1.41A-9 バンクーバーカナディアンズに昇格4試合に登板し1勝2敗防御率2.00だったその後 A 級ランシングラグナッツで2試合に登板し0勝0敗防御率2.00を記録2012年 MLB.com の 有望株ランキングでは95位にランクされた。このシーズンも A 級ランシングでプレーし、27試合に登板。8勝5敗、防御率2.60を記録した。2012年12月17日に、R.A.D.K., ジョシュトーリー、マイク・ニッカースとのトレードで、トロビス・ガーノー、ジョン・バック、ウィルマー・ベセラと共に、ニューヨーク・メッツへ移籍した。2013年は、 参加の A 級セントルーシーメッツで12試合に登板し3勝3敗防御率3.11だった6月に AA 級ビンガムトンメッツへ昇格 AA 級ビンガムトンでは11試合に登板し6勝1敗防御率3.00だったまた同年のオールスターフューチャーズゲームにも選出された2014年は トリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズで開幕を迎え、26試合に登板して9勝7敗、防御率4.60145奪三振を記録した。2015年もトリプル A 級ラスベガスで開幕を迎え、5試合に登板して3勝0敗、防御率1.82の成績を残し、5月9日にメジャー初昇格を果たした。 メジャー初登板の12日のシカゴカブス戦では5回、1、3回を3失点で敗戦投手となった。しかし、以後は先発ローテーションの一角に定着し、最終的には24試合に先発登板。安定感あるピッチングを披露し、9勝7敗、防御率3.24、150.0回で166、脱三振という素晴らしい成績を残した。ポストシーズンでも、 一試合のリリーフ登板を含む4試合に投げ防御率3.322勝1敗という成績を記録。三振脱出能力の面でも19.0回で26三振を奪いチームのリーグ優勝15年ぶりとなるワールドシリーズ出場に多大な貢献をした。また、レギュラーシーズンではバッティングでも大暴れし5月27日の フィラデルフィアフィリーズ戦では3打数3安打1、本塁打4打点を記録している。2016年5月11日のロサンゼルスドジャース戦で相手先発の前田健太から2本塁打。投手が1試合に2本塁打を放ったのは2007年のマイカ・オーウィングス以来。シーズン23では初の2桁勝利となる14勝、防御率2.60218奪三振の 好成績を挙げた。サンフランシスコジャイアンツとのワイルドカードゲームでは、マディソン・バンガーナーと投げ合い7回にヒアンダ無失点と、高投したが、味方の援護を得られず降板。チームは9回に決勝点を奪われ敗退した。2017年は、自身初となる開幕投手を務めた。4月30日のナショナルズ戦で1回1、3を投げて5失点と打ち込まれ。 さらにこの試合で後背筋を痛めた可能性があるとして緊急交番 MRI 検査の結果、右後背筋の部分断裂が認められ、故障者リスト入りとなった。当初はオールスターゲーム明けでの復帰が期待されていたが、復帰当番は9月23日にまでずれ込んだ。この試合で1回を投げ、無失点に抑えた。怪我によりシーズンの大半を棒に振り、 シーズン成績は7先発で1勝2敗、防御率2.78とだった。また、8月6日放送のドラマシリーズ、ゲームオブスローンズのシーズン7第4は、戦利品に亀を出演した。2018年も開幕投手を務めた。右手人差し指の人体を負傷して、5月29日に故障者リスト入り、7月12日に復帰するも、同22日には、 手足口病により再び故障者リスト入りした。8月1日に復帰。9月2日のサンフランシスコジャイアンツ戦では、自身初の完投を記録。シーズン最終戦のマイアミマーリンズ戦でも、完投勝利を挙げた。最終成績は25先発で13勝4敗。防御率3.03だったが、リーグ最多の32盗塁を許した。2019年は3。 4月を1勝3敗、防御率6.35と苦しんだが、5月2日の新シシナティレッツ戦では完封の投球と唯一の点となる、ソロ本塁打を放つ打撃を見せて1から0で勝利した。この快挙は36年ぶりの記録で、週間 MVP に選出された。8月の初週にも選出された。最終成績は32先発で10勝8敗、防御率4.28を記録。 守備面の DRS-7 はリーグワーストだった。2020年3月24日、トミー・ジョン手術を受けることを発表される。5月にはニューヨークにあるアパートの家賃を滞納し家主に訴訟を起こされた。本人は2019新型コロナウイルスの感染拡大で入居する予定がなくなったため家主に住居への2ヶ月分の家賃を払うことを提案したが、家主はこの案を決定。 契約不服業で25万ドルの損害賠償を請求する訴訟を起こしたという、この年の当番はなかった。長身からオーバースローで投げ下ろす、平均97から98マイルパーアワー、最速101.4マイルパーアワーの速球を操るなど、先発投手であるにもかかわらず、MLB 全体でもトップクラスの球速を誇る。また、 キャリア通算の予支給率が2.00であるなど、請球も悪くない。変化球では縦に割れる平均81マイルパーアーカーブが一級品で、平均89マイルパーアーチェンジアップも投げ分ける。2016年から平均90から91マイルパーアーのスライダーを加え、代わりにカーブの割合が減少した。 ウェイトトレーニングを趣味としており、スクワットで 206kg、デッドリフトで 232kg を上げることができる。流々とした筋肉と長い金髪の風貌から、そうと呼ばれている。母親は飼っているオーストラリアンシェパードに、そうと名付けている。この母がシェーグレン症候群を患っていることもあり、シェーグレン症候群財団のためにグローブをオークションにかけたこともある。 ありがとうございます。